はようございます。高木糸です。今日のテーマは、真似されて、抽象されて、初めて一流。という話をしていくんですけれども、皆さん、登山とかしたりしますか？自分は、国立公園の麓に住んでまして、登山客が山に登っていくのをよく見る側の方なんですけど、一応、例えば雨具とか持って行ったりしますよね、一応。まあ、雨が絶対降らないよっていう時でも、まあ、山に登るっていうことで、ちょっと寒いかも、上空というか、山頂の方は寒いかもしれないなっていうことで、ジャケットというか、防寒具を持って行ったりする人もいると思います。っていうか、持っていた方がいいなと思います。で、まあ、用意のいい人は、まあ、雷対策とか、もう避難したらどうしようということで、シェルターを持って行ったりとか、まあ、食べ物ですよね。まあ、チョコレートとか、まあ、おすすめは羊羹なんですけど、そういうふうなものを持って行ったりとか、本当にさらに、もう用意のいい人なんかは、山頂でコーヒーを沸かすセット、お水とか、もうコーヒーを入れる道具とか全部持って上がったりするわけなんですけど、こういうことが起こるっていうことを想定していると対応できると思うんですよ。例えば、雷が鳴ったらどうするか。で、事前に行動、雷が鳴ったらこう動こうっていうことを予行演習しておくと心づもりができるというか、知らずにいきなり山に入って、もう雷がゴロゴロ鳴り始めたら、もう知らなくって動揺ってことがあると思うんですよ。そして運悪く落雷に遭うっていうこともあるかもしれないです。で、まあ、なんでこんな話をしてるかっていうと、人生になぞらえることができるんじゃないかなと思うんですよ。人生も何かを目指そうとしたときに、何にも考えずにパーっていっちゃうと、まあ、落雷のような、雷のような、暴風雨のようなものに巻き込まれて、あれみたいなことが、まあ、必ず起こるっていうか、で、何かをやろうとすると、特に、こう、成功を目指して、前へ前へ進んでいると、それが理解されずに、周りから理解されずに、誹謗中傷を受けるということがあります。そういう時に思い出してほしいマインドセットが今日の一言。真似されて、抽象されて、初めて一流。こういう言葉を事前に知っておいて、あ、何かをやろうとすると必ず真似されて、自分がやってることを誰かが真似して、その人の方が、なんか、お金を稼いだりとか、その人の方が、なんか、社会的に認知されて有名になっちゃったりとか、たくさんフォロワーがそっちについていっちゃったりとか、まあ、あるいは自分のやってることが抽象されておかしいとか、なんか、ずるいとか、悪いことやってるとかって、あることないこと言われたりっていうことがあるんですよ。で、まあ、自分自身もこの、今ちっちゃい村に住んでますけど、その村に来た時に、やっぱり誹謗中傷っていうのもありました。で、真似されるっていうこともまああったなって思うんですけど、その時に先輩、まあ人生の 大先輩からですよね、言われたのが、注目されてるっていうことは、いいことなんだと。まあ、誹謗中傷起こるけど、それは注目されてるっていうことなんで、もう何も言われんっていうのはもう注目もされてないクソだっていうことだから、もう感謝しなさいと言われて、そういうものかなと、あることないこと言われるのがムカつくなとか、まあ本当は心で思ってたんですけども、そこはぐっとこらえまして、その時期を耐えたら、なんていうか、そういう波は去りますね。で、やっと、なんかそういう誹謗中傷の洗礼を受けて、ようやく、まあ、一人前になったかなっていう感じが、まあ、ありますし、あと、まあ、最高裁の裁判をやった時も、誹謗中傷っていうのは、あったなって思うんですよね。で、この時に、まあ、特に最高裁の時に、まあ、自分が理解したのは、1対8対1の法則なんですよ。これが何かっていうと、世の中には、世の中の、文化とか価値観、新しい文化価値観を作り出す人っていう、最初の、こう、まだその文化が世の中の常識になってない時に、それを見出して走り出す人っていうのが全体の1割いて、残りの8割っていうのが、その後に続いてくる人たちで、その後のもう1割っていうのは、さらにもう一世代遅れているっていう人たち、がいる。1対8対1の割合で、まあ、世の中にはいるっていうことなんですよ。なので、この大多数っていうのはこの一番多い8。で、残りの1っていうのはちょっと違う意味で、
最初に走ってる1割の人と価値観が似ているっていうことなんですけど、ちょっとここ詳しく今話してる時間がないので、また別の機会があったらそこでお話しするんですけど、1対8対1、この8割に別に理解されないからといって、やがてその新しい価値観として定着する、新しい常識になるときには、その8割の人たちはすぐに入ってくるわけです。なので、大丈夫、焦らなくていいということを、まあ、自分は理解したわけですね。例えば自分の場合は、その性別変更に手術は必要ないということを、まあ、主張してきて、1対8対1でいうと1の部分だったわけですけど、今もうそれが8の人たちがそれを当たり前の常識として信じ始めていますよね。今移行期だとは思うんです。まだ8はいないと思うんですけど、今移行期でそれが常識になりつつあります。なので、それが常識になりつつあると、今まで自分は結構批判されてたんですけど、 あいつの言うことはおかしいみたいに批判されてたんですけど、今それが常識になってきた中で、いや、あの人が言ってたことは正しかった、あの人は先見の明があるっていう風に言われるんですよ。もう本当に手のひらを ひっくり返したように。なので、必ず世の中が理解してくれる日っていうのは来る。人はそれぞれステージが、今いるステージとか発達段階とか、まあ言ってしまえば人によって性格というか心理機能も違ったりするわけなんで、全ての人に理解されるっていうことはもう全く必要ないんですよ。むしろ逆に真似されたり、あの人が言ってること正しいって言ってフォロワーになってもらったり、あるいは、あの人が言ってることおかしいって言ってみんなが叩いて、いや、本当に正しいことは何だろうっていう、まあ、議論の土台に、叩き台になるっていうことがあって初めて一流というか最先端を走ってると言えると思います。なので、焦らずに、抽象されてもあなたの名誉が奪われるっていうわけではないので、名誉自体っていうのは減るものではないので、あなたは自分の信じたところをまっすぐに走り抜けてほしいと思います。自信を持って。ということで、真似されて抽象されて初めて一流ということを心得て、心づもりをして、あなたの人生を登山してください。